皆さんこんにちは、おやじです。今日は2024年1月26日です。今日はね、朝からいい天気でね、今外気温が13度と、昨日はですね5度でしたからね、今日は一気に10度近く気温が上昇しております。いいですね。今週頭からね、ずいぶん寒かったので、今日がね、すごく暖かく感じます。そんな1月26日、給料日後ですけれどもね、まあ、懐がちょっとばっかし豊かになったところで、今日もざっくばらんに、ラジオ代わりに聞いていただければなと思っております。今日はですね、ヤフーのニュースから、こんな事故がありました。場所はですね、愛媛県西条市ですねの、まあ、県道交差点ですかね。でね、大型トラックが女子高生を自転車ごと引いてしまって、しかもね、700メーター引きずっております。ほんとね、こういう事故をね、見たり聞いたりすると、まあ見ることはめったにないですけどもね、まあ本当、この事故をね、聞くと、700メーターですよ。700メーターも引きずって、この女子高生、重体です。ドクターヘリで病院に運ばれたそうですけれども、まあなんとか命助かればいいなと思いますけれども、もうね、写真で見る限りでは、自転車ね、もう型がないほどぐちゃぐちゃですね。まあ700メーターも引きずられたらね、さぞかし痛かったんじゃないのかなと思います。どのあたりでね、なんというか、最後の最後まで引きずられたのか、まあ、何百メーターかで、なんというか、トラックの下から出たのかどうか分かりませんけれども、まあ、これもね、運よくというかね、引きずられたから、まあ、体とかね、胴体とかね、頭をね、トラックで踏まれたらもう、ひとたまりもありませんよ。で、しばらくずっと引きずられてったんでね、まあ、命を、その時には落とさなかったのかなと思ったりもしましたけれども、まあ、これもね、わかんないです。どういった状況なのかね、おそらく左折ですよね。左折で、で、女子高生はね、横断歩道を渡っていたそうです。で、これでね、女子高生をね、巻き込んでしまったと、左折でね、巻き込んでしまったと。おそらくね、左折なんだろうと思いますけれどもね、それにしたってね、700メートル走るときに全然気づかなかったのかと。なんかね、運転手は縁石に乗り上げたかと思って、まあ、覗いてみると、まあ、自転車が引っかかっていた、こういうんですかね。それにさってね、この運転手何を考えてたのか知らないけど、普通はね、音がしますよ。音がね、ガガガガガと700メートルですよ。で、他の車もね、気づいてたと思いますよ。なんかこのトラック引きずってらへんかと、自転車がなんか引きずってらせねんかと、そういうことでね、後続車もね、規定を引かせて、まあ、そのトラックに教えてあげるとか、できなかったんかな、という気しますけれどもね。で、このトラックがね、ちょっと映ってなかったんでね、どういう感じのトラックかわかりませんけれども。まあ、例えば、私がよく言う、左側を見えないようにしている。よくね、カーテンでね、隠してる人がいるんですよね、左を。
で、助手席の窓あるじゃないですか、足元にね。そこもね、もう、鱗とか、そういったもんでね、何かの板をね、貼り付けて。で、もう全く見えない。外からこっちが見えない。で、中からそっちも見えないと。これ私ね、もう、いわゆる壁ですよ。もうね、死角ありまくりですよ。これね、左のバックミラーとアンダーミラーだけではね、なかなか確認ができないです。そういうやつに限ってね、見ませんよ。左側なんかね、左側なんか見ないから隠すんだろうと思います。もうね、信じられませんよ。私のトラック、スーパーグレードですけれどもね、カーテンだとか、助手席の、その安全窓でね、何かで、見えなく、なっていたらね、私恐ろしくて、運転できませんね。もし左折で、巻き込んでしまったらどうしようと。そうやって感じてね、で、交差点ってね、どのくらいのスピードで走っていいと思いますか？これね、知らん人がね、多いです。で、それ知識はあるけどね。知識はあるけれども、そのように運転していないと。そういったようなね、方が、たくさんおります。はい。で、左のカーテンがないだとかね、ちょっと綺麗に飾ったトラック。まあ、失礼ですけれどもね、私の地元では、まあ、ダンプの運転手なんかね、よくやっております。また、ダンプこそね、いろんな現場へね、出たり入ったりするんでね、そう、見えやすいような、死角がないように、やっていただきたいなと思いますけれども。ましてやね、我々が乗っているような、大型トラック、そしてトレーラー、などもそうですけれども、それでなくてもね、死角が多いんですよ。見えん部分が多いんですわ、トラックってね。で、わざわざね、見えにくくしている。で、そんな車をね、平然と運転している。そしてね、交差点なんかでも、まあ、左折するときでも、なんか格好つけてるのかなんか知らんけどね、バーッと回る人がね、結構います。バーッと回る人がね。で、さっきも言いましたけれどもね、交差点ってね、徐行で走行するんですよ。で、徐行とは、直ちに止まれる速度。何か危険をさせた時に、パッとすぐに止まれる速度のことを言います。なのでね、5キロだとかね、10キロだとか、まあスピードあるんでしょうけれども、まあ、何キロというのはないんかな、ようわかりませんけれどもね。まあ、例えば5キロ以下とかね、そんな感じなんだろうと思います。まあ、人間で言えば、なんというか、歩く速度っていうのかな、ぐらいなんじゃないのかなと思いますけれども。で、次に大事なのはね、時間がね、8時5分とかね、書いてありましたけれどもね、まあその女子高生、学校に向かう途中だったと思います。でね、その時間ってね、学生はやっぱしね、急いでます。で、我々一般社会人もそうですけれどもね、できる限りは、ギリギリまではね、家にいたいじゃないですか。で、ギリギリの時間で家を出るからね、やっぱし、急ぐんですよね。朝はみんなが急いでいる。ですのでね、その時間帯というのは特に注意がね、必要です。で、その女子高生もね、信号が青になった。で、学校に急ぐと。もしかしたらトラックが近づいていることも、分かっていたかも分かりません。でもね、免許を持たない人ってね、もう
車は絶対に止まってくれる横断歩道を渡っていると。そしたらね、車の方が止まってくれると、トラックも止まってくれると思っていたに違いありません。で、そこへ生きった感じの運転手がオラオラみたいな感じでブワーッと来たんじゃないのかなと思いますわ。そして女子高生に気づかず自転車ごと跳ねてしまって、で、挙句の果てには700メーターも引きずってしまうと。で、普通だったらね、やった瞬間分かりますよ。私はね、なんでこの700メーター引きずってる間に分かんなかったのかなと。絶対音しますって、何かの音がね、絶対しますって、なんでそれ分かんないのかなと思いますわ。よっぽど大音量でラジオか音楽を聴いていたか、よっぽど耳が遠い人か、年齢がね、60歳ぐらいの人らしいですけれどもね、それにしたってね、聞こえますよ、なんだかで。そんなね、自転車を引きずってたらね、すごい音すると思いますよ、ガーッと。何かの音がすると思いますわ。それを気づかんっていうのはね、もうそいつ、もうトラック乗るなよと思いますね。で、報道の方もね、そのトラックがどんなトラックだったかもね、ちゃんと報道してほしいですね。左側にカーテンがあるかどうかとかね、特に トラックの写真をね、載せてほしいなと思います。どんな感じのトラックだったのか。もう私だったらその辺を見て報道しますね。こういうトラックだから事故しても当然だよねみたいな感じをね、記事にね、書いていきますよ。左側がこれ全く見えませんよねと。そんな感じでね、報道しますよ。そういう報道しないからね、左側をカーテンだとか鱗だとかでね、見えないようにして運転するバカモンが多いんじゃないのかなと思いますわ。ほんとバカモンですよ。あれでよく運転するな、よく今まで事故せんかったなと思うんですけれどもね。私毎日広島行ってきます、行ってますけれどもね。で、この前も新人さんをね、約どうだろう、1ヶ月ぐらいね、横乗りで連れて行きましたけれども、まあ、広島のある交差点なんですけれどもね、ここの交差点は特に気をつけてよと。もう信号無視だとか平気で突っ込んでくるから、もう特に気をつけろよと。もう再三再四、もう通るたんびにね、で、通るたんびにね、やっぱりその赤信号無視してね、自転車がバーって突っ込んできたりとかね、するんですよ。で、まあ、トラックの助手席のカーテンを引くなよ、安全窓は絶対見えるようにしておけよと。特に左折の時には気をつけて運転しろよと。まあ、その人ね、大型トラック運転したことがないんでね、もうしっかりと、もう毎日のように行ってきましたけれども、だからトラックの左折の巻き込み事故が多いんだよと言ったことをね、もう再三再四言ってきましたね。もう耳でタコができるまで。まあ、そんなところですけれどもね、ほんと悲惨な事故多いです。毎日そんなね、事故のニュースばっかりですけれども、あるいは雪でね、もう30時間余り名神の関原付近でね、通行止めにあったと。ほんとあんなとこで30時間も止められたらね、もうくたびれますよ、精神的にね。腹も減るわ、トイレもね、行けんまで。ほんと困った状況はね、続いたと思います。はい。まあ、そんなところで悲惨な事故が一つでもなくなるように、一つじゃないな、もう悲惨な事故がね、全くなくなるように私は発信していきます。それでは本日は動画以上です。ありがとうございました。これからも皆さんご安全にいってらっしゃい。